ケチャケチャとは、インドネシアのバリ島で行われる、男性合唱。または、呪術的な踊りに伴う舞踏劇。バリ島では、K を発音しないため、現地では、チャと呼ばれている。バリ島の伝統的な舞踏、ャンは、薬病が蔓延した時などに、所長前の道場媒体にして、祖先の霊を招き、過護と助言を求めるものであった。これに対して、現在のケチャは、 ラーマーアヤナの物語を題材とする舞踏劇の様式で演じられている。こうしたケチャの芸能化が進められたのは1920年代後半から1930年代にかけてバリー人と共にバリー芸術を発展開化させたドイツ人画家バルター・シュピースの提案によるものであった。シュピースは 1920年代後半から、ウブド村の漁師チョコルドグデラコースカワティに招かれて、ウブドに在住した画家、音楽家であり、現地の芸術家と信仰を結びながら、ケチャやバリ絵画などのバリ芸術を形作っていった。ある著名なバリ人舞踏家がサンヒャンデダリの男性合唱にバリス舞踊の動きを組み込ませたのを見た。シュピースは、ガムランの代わりにこの男性合唱のみを使って、 ラーマーヤナのストーリーを組み込んだ鑑賞用の舞踊を考案するよう提案したのである。シュピースの提案を受けたプトル村の人々が1933年にボナ村の人々と共に総勢160名で試みたのが最初のケチャであるとされる。その2年後の1935年にボナ村の人々がさらに発展させたケチャを上演し、これが今のケチャの原型になった。 こうして、その後の1950から1960年代頃には、一般に観光向けに上演される舞踏劇としての様式が確立した。今日、最も盛んなプリアタン村でケチャが始まったのも1966年である。さらに、ケチャはバリ島のみならず、世界に広がり、日本では芸能山城組が上演している。 山城組は1972年にバリ順以外で世界で初めて上演して以来、毎年新宿三井ビル55広場にて、ケチャ祭りが行われている。他のバリ舞踏でも言われることであるが、ケチャは各地の舞踏団により出演人数、技能水準が大きく異なる。なお、数人で行われるコミカルな合唱も広く、一般にケチャと呼ばれている。 バリブトウとケチャの大合唱上半身裸で腰布を巻いた数十人の男性が幾重にも重なったエンジンを組んであぐらず割りをする。ケチャの合唱は端的に言えば打楽器で表現すべきメロディのないリズムパートを口しゃみ線で唱えるものである。主旋律を刻むのがタンブールと呼ばれるパートであり、これは単独で尻切りプンプンプンと発生しながら、 メトロノームのように基本的な四拍子を刻み、全体のリズムを保つ。さらに、プポは単独でメロディーを歌う。そして、この二人以外の全員が、以下の四つのパートに分かれ混ざり合って座り、猿の鳴き声を模倣したピッチを持たない、チャッチャッというような発声を行う。このようにそれぞれのパートが一定のリズムパターンを持っており、これが全体として合わさると、 ケチャ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 という16ビートのリズムのように聞こえる。ケチャという呼称はこれによるとされる。ラーマーヤな物語を題材としたバリ舞踊の踊りがエンジンの中央の空間に次々と登場し、舞踊劇の様式で行われる。男たちはリズムを刻むだけでなく、劇の進行に伴って合唱を行うこともある。また、様々な手や体の動きで、劇の背景としての表現も行う。 ありがとうございます。